挫折ばかりのあなたを応援、ダメ人間のための抗菌ダイエット。ダメ人間です。お二人、痩せようという気はこの1ヶ月ありましたか？いやあのね、8時までにお店が閉まるの。まあ今閉まりますね。だからその前に食べておこう。だから早めに食べちゃうじゃないですか。はい。そうするとね、夜に異常に腹減る。やっぱね、眠れないんですよね、夜ね。そうなんか食べないと。そうまあ、テイクアウトっていうものがありますからね、世の中にはね。あれね、買いすぎる。あ、なんか払えるから買っておこうっていうね、で楽しみは食べることだけなんですよ今。まあ、出かけられないですしね。そうなんですよ、この1ヶ月間一応出しました宿題はやりましたか？あ、もうあの桃揚げやりました。やってました。ペットボトル、ね、椅子に座ってやってましたよ。挟みました、ペットボトル、はい、いや俺あの挟んで の、うん、あの腹筋とかやってましたけど、うん、やりました。すっごい腹減る。いや、ほんただの言い訳ですからね。いやいや、ほんとだよね。そりゃそうだ、カロリー使うんすから。いや俺多分ね、なんか内臓が良くなるんじゃないですかね、抗菌って。わかんないけど、まあ、腸の動きとかも良くなりますからね。でもかなって気はする。もしもこの1ヶ月本当にそれが嘘ではなく、うん、しっかりやってたのであれば、うん、このお腹周りは少しこの腹囲、特に骨盤のところ今4段で書かせていただいてる一番下のところは少し変化が出てるはずです、はい、ちょっと1ヶ月前とスコア、じゃあちょっと見てみましょうか。はい、はい、じゃん、はい、おへその下ですね、はい、のところはなんと減ってます。まあなんとか、すごい。ちょっとだけここにあの力が入ってキュッと締められてた感じはありますね。ここに関してはじゃあちゃんとペットボトルを持ち上げてやってたんだということを、うん、まあ、一応認めましょう。 ありがとうございます。ただ上に登ってください。ウエスト太ってます。え、体重もガンと増えてます。太ってる、うん、どういうことですかそれ。本当に80いっちゃうんだよこのままいくと。やばいっすね。もう最高にまずいんだよね。まずいっすね。ただ救いは体脂肪率減ってます。あ、すごい。あ、減ってますか、うん、ということはちょっと筋肉量が増えて体重が少し重くなったというふうに前向きに考えられなくもない。いややっぱ運動した後食べちゃうね。そうですよね。なのでちょっと食べる量をそのバカ食いしない。はい。そんな寺田さんは、じゃん、あ、体重減ってんじゃん。ちょっと体重は減ってます。減りましたね。減ってません。体脂肪も減ってます、でお腹周りも減ってます。はい、意外だ。全体的に4つのうちの3つは減ってるの。はい、一応維持としての合格点は出します。ありがとうございます。ただウエスト太ってます。ウエストは増えてる。これちょっと本当ですか、九条さんに測ってもらいましたけど。誤信じゃないですか。おかしいっすよこれ。なんかすごい空気含みましたか、ふんとか言って。いや、おかしいよなんかこれちょっと。まあでも数センチの違いなのでこれぐらいだったら挽回できると思います。うん、まあまあそうですよね、うん、なので今回は寺田さんは一応合格、はい、ありがとうございます。ここまでまあ半年ぐらい抗菌を締めてきていただきました、はい、やってるやってると宿題もやってると言い張ります。、はい、お二人、はい、ダメ人間のお二人、はい、高校時代以来ですよそんな言い方されるの。女性の教師に。そうですね。で、はい、みんなちゃんと抗菌締まるようになってるかと、視聴者の方もスタッフも2人の抗菌ちゃんと本当に進化してるのかなと。もうそれは自信ありますよ、はい、自信ありますよ。よかったらそれもう毎日やってますから抗菌言っておきますけども。 そこで今回は、はい、ちょっと抗菌特別編として特別編、うん、どれだけ締まるようになってるか、はい、いろいろ試してみましょうというコーナーになりました。わかりました。はい、前回の番組の時に私が開発秘話としてこういうものを挟んでみたんだよとかお話、はい、あ、話してましたね。したと思うんですけど、お風呂でやってたんですかね。プロジェクト抗菌でした。プロジェクト抗菌、抗菌、はいはいはい。でペン以外でも候補に上がったものを今回挟んでみようということになりまして、はい、え、いや俺たちだよね。ペンでもいっぱいいっぱいなんですよね。ちょっとね、はい、ちょっとね。でまず初級編いきたいと思います。初級編、はい、そうですよ。まず、お風呂用のホースをご用意いたしました。はい、はい、結構太いっすね。ただ私が却下した理由はちょっと柔らかいんですよ。なのでペンよりもこう挟んでグッと我慢しやすいというか。
これをどうやって挟むんですか。これこれを普通にこう割れ目ペンと同じ要領でいいですか、はい、ただちょっと尻尾みたいになるんですよ、ね、かわいいっすね九条さんなんか動物になったみたいな。本当だよ、なんかね、こっから空気送り込みたくなっちゃうね、抜けますからね、これ挟んでるだけだから私抜けちゃう。あ、そうそう、かわいい、はい、寺田さんからまず、はい、はい、じゃあ寺田さんではつけます。はい、あ、はい、どうですか。あ、全然いけますか、そしたらじゃあその場で挟んだままホースをこう左右。ああ、なるほどなるほど。ホースは全然ホースが入れないよ。上半身ばっかりこうなんか動いてる。え、本当ですか。ホースをもっとこう揺らして。ゾウの鼻みたいに、やっぱりゾウの鼻みたいに動いてるでしょ。腰バーンって全然動いてない。全然、うん、マジですか。腰すごいな、やっぱり。はい、もっと体使ってもいいですか。うん、いいよ。いいですよ。ほら、落ちた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 。それ回転ですよ何やらしいですか本当に。はい、総裁お願いします。はい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 、はい、もうじゃ逆え違うんですか。後ろ長くしてくれ。え、何、小道具じゃないんですよこれ。あ、これもし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 、はい、小道具じゃないんだ。公金とおしゃべりしなくて大丈夫。ラグをやらなくていいんですよ。物ボケはいらないんですから。いらないですよ。全部です。そうです、そうです。お尻に挟むだけでいいんですよ。はい、で、ホースをちゃんと。そうです、はい、はい、どうですか、どうですか、どうですか。あ、でも寺田さんよりは総裁の方が。え、マジですか。俺これまでこれ以上いかない、いってないですか。はい、どうですか。本当ですか。本当はもうちょっと触れるといいんですけど。もうちょっと九条さん見本見してください、もう一回。これで、やっぱすごい揺れてるだよ。挟みます。ただ、はいはいはい、角度がいいんだよ、角度が、ね、私的にはちょっと柔らかすぎるなっていうので却下したんですけど。あ、こういうやつ、おお、確かに、はい、で、お尻をキュッと締める。角度が今良かった気がするね、こういう風に。まあ、やっぱり斜め45度上目に全部挟んでもらいたいと思います。そう、では続きまして、はい、時間も限られております。はい、こちらに変えます。何ですか、その光るものは。こんな重いものを入れるんですか。はい、その2、文鎮。これ文鎮です。これはちょっと無理でしょう。これ重たいのと、うん、あと見ている方はこう床にね当たって怪我をしても危ないので、はい、落とさないっていう。落とさないそんなこと言われたってこれ分かってたって分かんないですよ、これは重いの。じゃあ寺田さんからいきますか。はい、はい、はい、寺田さんからお願いします。はい、では私入れさせていただきます。はい、あ、入ってます。お、なんとか、ちょっとね、なんとか角度があれだね。あう、あう、その角度、その角度を見にして、つかない、はい、ちゃんとしな、お尻の穴に入ってると、本当にしっかり、しっかり、はい、はい、しっかり、あ、はい、で、呼吸する。呼吸して、あー、オーマイガー、オーマイガー。まあ、でも角度が難しいですね、これ。本当はもっとこう上がり、あー、簡単に、やめて。あ、難しいね。いや、重いんだと思うよ、はい、じゃあそのまま維持したまま前に進んでください。はい、前に進んで、はいはいはい、はい、じゃあ素材やってみましょう。はいはい、じゃあ行きましょうか。角度取れるかな、こうか。そうですね、そうですね、もうちょいいけると。もうちょいですか。ここです。はい、いけますかね。重さがあるので、ちょっとペンよりも維持してるのが大変。そう、ちょっと維持ができないね、はい、これはきついな。そうなんですよね。あ、でもお二人とも一応挟めてはいます。ただどん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 下がってくる。ダメだってそれ、ダメだって。どんどん下がってくる。下がっちゃうな。あ、でもそうなんです、重いのでね。重いな、はい、やっぱり。これもちょっと危ないのでね、ちょっと却下にしたパターンでございます。あ、なんで我々がやってるんですかこれ。はい、なるほどね。じゃあ中級編いきたいと思います。中級編、今もう上級ですよ。いやいや、文鎮は上級だよね。上級ですよ。まだまだ初級編でございます、はい、今度は中級編、中級編、こちら。え、出ました。
ウミガメだよ、ウミガメ。ウミガメだよ、あれ。これでかいっすね。これね、私もやっぱりただ挟んでるだけならいいんですけど、足踏みしてとか飛んでとか言うとポーンって飛んでっちゃうので、はいはい、ちょっとご自宅だと見つかなくなっちゃうと大変だし、はいはいはい、ということで却下したネタでございます。そうですよ、はい、はい、どうぞ挟んでみてください。さやちゃん、はい、これ知見と一緒だよ、これ。知見です、知見、知見。今公認知見じゃないの、もう。大きなも入るかな。入れないんです、入れないんですよ。お、入りました。で、ちょっと反ってるの。ああ、もっと上なんじゃない。実際は。それが誰だってんだよ。ああ、産んだ。生まれたよ。なバカな。じゃあ総裁チャレンジお願いします。それ。ほう？こう、こんな感じですかね。そうですね。で、ここに力を入れていただいて。でも総裁しっかり入ってます。ちょっと触ってみてください。いや、触りたくないですよ、俺。ここここ、そう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 、そうです。で、はい、じゃあそれできるので試しに片足上げて、はいはい、あ、落ちる。あ、ダメだ。出産。あ、亀の産卵になっちゃうので却下したネタでございます。もうそうですね、ちょっとでもね。いや、もう足なんかちょっとでも上げたら、うん、ポーンっていくね。確かに、やっぱりね、球体なので。これで歩けたんですか。でもどうだったかな。でも、はい、歩くのはできます。なんでそんな見えなくなるんですか。見えないね。玉が見えないってどういうこと。それそんなに奥にあって、あれ歩いてるよ。股の中ってこと。股の中に入れないです。側面に肛門で当たるぐらいのところに。ああ、ちょっと足寄りの方がいいのかな。少しこう相当な歩けるけど、それだったらなんか。あ、でもダメだ。もうちょい後ろですね。もうちょい割れ目より上の方。え、もっと上。肛門に当たってますか。当たってるよ、もう、はい、肛門なんか入りそうだよ。もう入らないぐらいでお願いします。で、歩く。歩いて。ロボットみたい。サンダーバードだよ、じゃあ。サンダーバード、そうそうそう、お、サンダーバードだ。サンダーバード、サンダーバード。おー、しょ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 。もうハイパパじゃないんだからさ。では最後、上級編に行きたいと思います。マジか。これはですね、え、石鹸です。石鹸、はい、あの一番最初に、はい、なんか清潔感があって自分一人でできるのってどこかなって考えた時に、うん、あ、お風呂場で石鹸挟めばいいのかなって思ってたんですよ。ただやっぱりツルンツルンなので、うん、お風呂場で私がガッタンゴットンすごい音をしたらしくて、母親が見に来まして倒れたんじゃないか、どうしたのみたいな、ね、ドッタンバッタン言うけどみたいな、 あっちこっちに飛んじゃうんでヌルヌルになっちゃって。そんなに飛ばしたんですか。すごい、何回も飛ばしちゃってやってみたので、ね、はい、今回はお二人に石鹸もやってみたいと思います、入るかな。そうだね、その前に入るかだよね。なんでこんなぬるぬるなんだよ。しかも、あ、お、少し耐えてる感じがするよ。もう本当はもっと上に行きたい。あー、滑る滑る。頑張って。せーの、前に1、はい、H、はい、はい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 、はい、あー、いいよいいよ、いいかもしれないよ。あ、サンダーバードだ、サンダーバード。はい、パパ、はい、パパ。サンダーバード、サンダーバード。お、なんとかなんとか言ってるじゃないですか。あー、まあ、でもこれ布だから。そうですね、そうなんですよ。これ直に、直にやったら厳しいね。本来であれば、ね、本来であれば裸の状態で、うん、濡れた状態でツルンっていくと思いますよ。そうですね、ツルンって。じゃあ、そうだ、はいはいはい、上だからだからね、まあ、ちょっとね、今回は洋服の上なので。そう、はい、あ、でもツルンってもういっちゃいそう。濡れてるとね。俺の場合はこれもうすぐ落ちる。あ、落ちるね。落ちる落ちる落ちる。そうですね、そうですね、ちょっと落ちやすそう。落ちるね。いや、もうこれ以上。せーの、前に。あー、歩けないな、これ。もうダメだ。あー。あー、出産しそう。あー、出産しそう。あー、あー。あー、出産。これは無理ですよ。ちょっとね。本当、洋服でも大変だもん。難しかったです。洋服でもあれだね。大変ですよね。はい。はい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 、あの、はい、はい、はい、研究してんですね。そうなんですよ、ちょっとね、お二人もいろいろ試してみたいとのことだったんで、今回ちょっと知見していただいた感じなんですけれども、はい、どうでした、どれが一番。やっぱりペンに行き着く理由。それはやっぱペンが一番いいっすよね、重さと。いい、やっぱり、まあ、1本目のホースも実際はお風呂でお水ブワーってやって固くして、
やってたら羽振ったら本当大変だ、ババババーってそうなっちゃってでもお二人とも抗菌やっぱり6ヶ月前よりは強くなった気がします。あ、絶対強くなりました。挟んでる時の姿勢もシュッてちゃんとお腹に力も入るようになりましたし、はい、ということで、はい、この1ヶ月間は何かしらをご自身で挟んで、うん、なるほど、過ごしてください。はい、なんかちょっと新しいものもちょっと見つけてみますよ、いろいろね、何かあれば何か試してみたいと思います。はい、はい、ます。以上抗菌ダイエット特別編でした。ありがとう。